前回までのあらすじ。おじいちゃんからクソデカ牧場を相続したバズーカ、もっと無駄のない生産ができるように設備を拡充する日々を送りました。またジュニモが働くことができるアットホームな職場を用意しました。前回は設備拡充を目標としましたが、今回は人生に満足することを目指して400日目までクソデカ牧場を経営していきたいと思います。301日目、今回の目標は人生に満足することです。やり込み要素としてパーフェクションがありますが、それをやり込むつもりはありません。好きなことだけをしたいので、幸せな人生を謳歌していると胸を張れるくらいにはしたいですね。そのためにはアルコールが必要になるので、醸造樽の材料になる樹液採取エリアを増やしています。一番幸せな状態というのはアルコールだけが実現してくれる。302日目、カタツムリの刺身がなくなったので、今回はザリガニを刺身にしていきます。うおー、ザリガニの刺身が完成しました。食べてる食べてる。海外ではザリガニを食べると聞きますけど、さすがに生では食べないでしょうね。こいつは特殊な訓練を受けているので、皆さんは真似しないでください。303日目、とにかくお金が欲しくてたまらないので、チキン源を増やしていきましょう。不法占拠している土地で、スターフルーツを栽培していきます。ジンジャーアイランドは常夏なので、冬の間でも栽培できそうです。とりあえずの目標は金時計ですね。その価格、なんと1000万ゴールド。なんだか無理な気がしてきたな。304日目、ランダムイベントで謎のカプセルが設置されていました。これを放置しておくと、謎の生命体が孵化して街に潜みます。どうしようかな。なんとなく病院に設置することにしました。ハービーさんがどうにかしてくれるでしょう。305日目、本日もスターフルーツを世話しています。わざわざ船に乗るのが面倒なので、早く瞬間移動できるようにしたいな。そのためにはドラゴンの歯が必要になるので、コツコツ集めていきましょうか。金のくるみもどうにかしないと。306日目、たくさんのカボチャが収穫できるようになりました。マジで、この景色を魚にして酒が飲めるな。あとはカボチャが巨大化していました。特定の作物をギチギチにすると、こんな感じで巨大化することがあります。カボチャはジュニモに任せて、スターフルーツの世話をしましょうか。307日目、カボチャー、バチバチに無視されてるじゃん。もしかして契約不履行かな？火が人類最大の発明であることを教えてあげる必要がありますね。さて、今年もスピリットイブの季節です。墓石が売っていたので、なんとなくたくさん買っておきました。霊園でも作るか。308日目、スターフルーツ栽培所が大体完成しました。これだけスターフルーツを収穫できたら、収益がやばいだろうな。ワインにした方が高値で売れますが、熟成の手間を考えると、ジャムにして売るのもいいですね。駆け出しの頃はいろんな作物を育てようと思っていましたけど、結局はお金に目がくらんで、高単価作物の奴隷になるんだよな。309日目、冬の季節がやってきてしまいました。牧場の畑が機能しなくなるのが痛すぎる。冬の季節はそもそもやる気がないのか、ジュニモが戸締まりをしていますね。労働を眺めるのだけが娯楽なのに。春の季節が来るまではジンジャーアイランドで働きましょうか。これが悲観地というものかな。310日目、ドラゴンの歯を回収するために火山にやってきました。ドラゴンの歯があるってことはドラゴンが存在する世界観なのか。なんというか世界観がわからなくなってくる。311日目、皆さんは死後の世界を信じますか？死後の世界が存在するのかはわかりませんけど、私が死んだ世界はおそらく存在すると思うので、ペリカンタウンに墓地を作りましょうか。お墓は死者のためではなく、残された家族のために必要ですからね。死者を座標固定するのに必須のツールです。312日目、体を清めるためにみそぎをしに来ました。なんと現在、真冬の夜遅くです。バズーカさん、墓地を作る前に亡くなるんじゃない？なぜか体力がバチバチに回復したので、こいつは化け物です。313日目、本日もジンジャーアイランドです。金のくるみとドラゴンの歯が目的ですが、冒険しているだけでも楽しいですね。あと、仲のいい友達とビリヤードを楽しむ一日でした。いやしかし、ここに爆弾を置いたら、さぞかしびっくりするんだろうな。314日目、親愛なる皆さんのために、今日も墓地を作っています。ここまで作りましたけど、なんだかこれじゃない感があります。そもそもこんな場所に墓地を作ったら不便すぎますよね。私はそこそこ真面目に墓地を建設しようとしている。
あと、なんとなく病院に行きましたが、設置してたカプセルが割れていました。ファーストトランペット、315日目、こんにちは、惰性のまま墓地を建設しています。そんな心意気で作られた墓地で、本当にみんなが喜ぶと思っているのか？何かをするということは、そのことに責任を持つということです。このバズーカさんからは、それを感じることができませんね。316日目、さて、本日は氷祭りの日ですね。これまで参加者全員をボコボコにしてきましたが、今回は見物人として参加しました。この違和感のなさを見てください。もう家族でいいですよね。317日目、水のオベリスクを生やしてみました。これは本当に嬉しいですね。正直なところ、オベリスクはこれだけあればいい。あと、スターフルーツも大量に収穫することができました。私の時代が来ている。318日目、金のくるみが溜まってきたので、別荘でも建てちゃおうかな。オウムすげえ。ということで、別荘を建てることができました。オウムができる仕事ではないだろ。319日目、アレックスくんのイベントですね。なんだかよくわかりませんが、めちゃくちゃ自分語りをされました。アレックスはすごいね。自力で夢を叶えたんだから。人間関係を円滑にする方法その1、相手が望んでいる言葉を推測しよう。320日目、アビゲイルとアビママが喧嘩している。どちらも可愛いですね。これから家族になる予定なので、情報を仕入れるのは大切なことです。それを怠ったことで、破滅した人間はたくさんいるらしい。知らんけど。321日目、動画の撮影をしていますね。シェーンが新しいカメラを買ったので、コンテストに送る動画を撮影しているみたいですね。私は、エキストラ？不審者？とりあえず参加をさせてくれました。何これ？322日目、妖怪モヒカンプレゼントが奔走しています。皆さんを洗脳、じゃないな。信頼を得るための大切な作業です。洗脳はいけないイメージがありますけど、汚れているものをきれいにして、何が悪いんですかね。323日目、ハービー先生と気球に乗ることになりました。マジか、こういうのって、素人だけで乗ってもいいんだ。やべえ、バードストライクだ。どさくさに紛れて抱きつくな。命の危機なんだぞ。あと、お墓の候補地を発見しました。町長に押し付けられた畑ですね。ここを勝手にお墓にしましょうか。324日目。ということで、整地作業をしていきましょう。いきなり墓地が増えて、町長もびっくりするだろうな。さて、無事に整地が終わったので、お墓を置けるだけ置いてみました。これは、かなりいいんじゃない？作りかけの墓地は解体しておきました。妖怪モヒカン墓荒らしの爆弾。325日目。見てください。ここがペリカンタウンの墓地ですよ。絶対に私の墓地の方が美しいんだよな。そもそもあの広さだったら、住民全員が入らない気がします。死後の安寧は私に任せろ。326日目、もうクリスマスの時期なのか。今年の秘密の友達は、リアさんですね。なんか去年もリアさんだった気がします。ここで結婚ペンダントを渡したら、ロマンチックなんだろうな。いやまあ、本命はアビゲイルなのでしませんけど、モテるモヒカンは辛いね。327日目、今日は何もない素晴らしい一日でした。そういう日を大切にしていこう。現代人は働きすぎなので、休むことも大切なんですよね。モヒカンが必死に働いているのは、気にしないでください。そういう生き物なんです。328日目、そういえば、カジノの会員カードを見つけました。ということで、砂漠にあるカジノにやってきました。テンション上がるなぁ。幸運の像が売っていたので、衝動買いしちゃった。その価格、なんと100万ゴールド。結婚資金と子供の飼育費用が。329日目、幸運の像ですが、誕生日プレゼントを製造するらしい。でもなんか、埃みてえな物体を製造していますね。騙されたのかな？お、野生児のイベントですね。どうやら自分がオウムじゃないことを理解しているみたいです。共像認知ができる動物だったのか。330日目、アレックスくんがトレーニングしてる。私を友達だと思っているみたいですが、それは大きな間違いです。ということで、彼氏にしておきました。気分がいいので、アビママと映画でも見ようかな。安心してください。これはただのコミュニケーションです。331日目、強い武器が欲しいので、火山に来ました。攻撃力を増加させるために、ルビーを使ってみましょうか。あとはエンチャントもしておこうかな。その結果は、吸血鬼。
かっこいいのでよしとしますか。332日目、おはようございます。今日はモーニングルーティンを紹介しましょう。まずチェーンに愛を伝えます。あとは自由行動になりますね。適当に農業でもして過ごしましょう。333日目、さてクリスマスパーティーです。今年もちゃんと出席できました。あー、家族って本当にいいものですね。とりあえずリアさんにプレゼントを渡しておくか。間違いなく私に惚れた顔をしている。私はピエールさんからビールをいただきました。これはもう親公認じゃん。334日目、ちょうどあなたが来たらいいなって思ってたんだ。おやおや、奇遇ですね。何かを見せてくれるみたいです。なんだかエッチな雰囲気がするぞ。うおー、すげー、ロボットだ。あまりにもエッチすぎるんだよな。そしてロボットは飛んでいきました。どこにですか？空へ。335日目、マジでペリカンタウンは話題につきませんね。ちゃんとプロモーションすればもっともっと発展する気がします。期間限定、移住すればお墓がついてくるみたいなね。336日目、不審者ではありません。他人の家の前で唐辛子を抱えている人です。唐辛子はシェーンの大好物ですね。シェーンは不愛想な男性ですが、もしかすると私が大好きなタイプの可能性がある。そんな雰囲気がしている。337日目、明けましておめでとうございます。今年も牧場を運営していきましょう。まずは恒例の儀式、種まきですね。終盤なのにずっと働いてるじゃん。バズーカさん、残念なことにあなたが休める日はおそらくないよ。338日目、くるみ、たまった、リゾート、リゾート。うおー、もう驚かないぞ。これでリゾートを運営できるようになりました。あなたは何を目指しているんだ。あと悪の親玉みてえな人に会いました。やり込み要素が楽しめますが、おそらくもう会うことはないでしょう。339日目、親玉のことを考えています。チャレンジを達成すると便利なアイテムがもらえますけど、そこそこ大変なのでスローライフを諦める必要があります。これ以上はマジでバズーカさんが過労死する。340日目、アイランドオベリスクを生やしてみました。オベリスクコンプリート、やったー。これでジンジャーアイランド行き放題だ。マジでドラゴンの歯が大変でしたね。341日目、木材が足りないので久々に森を更地にしています。これでジュニモも思い出すだろうな、逃げ場はどこにもないことを。信仰している神がいるなら連れてくるといいでしょう。ハデスに面会させてやる。342日目、お金が欲しくてたまらないのでザコを刺身に加工しています。築地でも見ないくらい刺身ができました。これを全部売り飛ばして大儲けしちゃいましょう。食中毒？何それ、美味しいんですか？343日目、昨日調理したやばい刺身ですが、なんと10万ゴールドで売れました。でもまあシーフードミックスだと考えるとギリギリセーフなのかもしれません。344日目、チェーンがぶっ倒れてる。なるほど、人生がうまくいかなくて崖から飛び降りようとしましたが怖くてできないみたいです。なんだこいつ、メンタルぐちゃぐちゃじゃん。いいな、とてもいい。345日目、さてシェーンですがお酒をやめたみたいですね。ジャスちゃんにプレゼントまでしている。あと鶏を育て始めたみたいです。本当に同一人物なのか。入れ替わっている可能性があるな。お祝いではありませんが、お墓を少しだけ綺麗にしました。チェーンの成長に乾杯。346日目、リゾートにやってきました。聞くところによると、みんなの水着を見ることができるらしい。アビゲイルが来ないかな。アビゲイルを寝取られて脳が破壊されたやつは来ました。347日目、不審者ではありません。アビゲイルのベッドで寝ている人です。バズーカさんの休暇ですね。今日はたくさん寝てもいいからな。それはそれとして無人島の開拓を頑張ってください。本当に休めると思ったのか。348日目、あれは水着姿のヘイリーだ。海に合わせて足の爪を青く塗ってみたの。どうかしら。くね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 。実はこの女性、私の彼女なんですよね。可愛くてたまりません。でもアビゲイルじゃないんだよな。349日目、さてエッグハントがやってきました。賞金は子供のお小遣いほどですが、結婚資金のために奪い取りましょう。富も名誉も愛する人も全部奪い取ってやるからな。
さて、今年のエッグハント優勝者はバズーカ。1000ゴールドを受け取った。350日目、カリフラワーがたくさんできました。10人もが頑張っているのを見ると、私も頑張ろうという気持ちになる。私は共感性と可愛さだけは自信があるからな。さて、禁酒しているやつにビールでもプレゼントしようかな。私は共感性の鬼なので、飲みたいという気持ちが理解できるんだ。351日目、チェーンとスポーツ観戦に来ました。アレックスくんもいるじゃん。これはまずいな。浮気をしていることがバレてしまう。チェーンが楽しそうで私も嬉しいよ。わおわお。352日目、暗くなってから温泉に来て、待ってます。ペニーより、低層の危機を感じる。夜になったので、温泉に向かいましょうか。その道中でライナスに襲われたり、セバスチャンにバイクで連行されて、いい雰囲気になったりしましたが、どうにか温泉に到着しました。あなた、なんか発情してません?わおわお。その帰り道で、マルちゃんと天体観測をしました。何これ、走馬灯かな ?353 日目、アレックスくんとデートに来ました。どうやら気持ちを伝えたかったみたいですね。ありがとう、同じ気持ちだよ。連続でイベントが始まりました。ん?ちょっと待って。浮気制裁イベントじゃねえか。この野郎、裏切りやがったな。みんな落ち着いて、ちゃんと説明するから。泣き始める。何がとは言いませんが、バズーカちゃん、役満じゃん。ということで、めちゃくちゃ怒られました。チェーンはうつろな目でこちらを見ている。口は開かない。354日目、頭がおかしくなったので、他人の玄関を畑にしています。浮気制裁イベントを、ウサギの足で回避する予定だったんですよね。アレックスくん、そんなあなたを許しましょう。355日目、バズーカさんが寝込んでいます。かわいそうに。絶対に幸せになって見返してやる。356日目、幸せになりたいので伐採しています。ストレス発散ではありません。ただ、幸せになりたいだけです。357日目、本日は牧場を装飾していきましょう。アビゲイルと暮らすことになって、質素な牧場だと申し訳がありません。行動原理が鳥類と同じなんだよな。358日目、スターフルーツを大量に収穫しています。私にはあるけど、私を捨てた男たちにないものはなんだ。正解は豊富な資金。359日目、フラワーダンスの案内が届いていました。浮気制裁された後に踊るの、地獄以外の何者でもないな。狭いコミュニティって怖すぎる。360日目、フラワーダンスが来てしまった。今年はマルちゃんと踊ろうかな。はい、喜んで。新鮮味があっていいですね。アビゲイル、めちゃくちゃドキドキしているだろうな。361日目、フラワーダンスでお花を購入したので、お墓にお供えしています。まだ誰も入っていないのに。ということで、墓地が大体完成しました。2回目に行って最高ですね。女性陣の浮気制裁イベントも見ておくか。ハロー、浮気者の登場ですよ。私の彼女たちが仲良さそうで、こっちまで嬉しくなっちゃうな。怒っているアビゲイルも可愛いですね。あのテントでの夜、暗がりで私に甘い言葉を囁いたよね。やることはやっているんだな。みんな落ち着いてくれ、説明するから。みんなさ、別にこれが普通だろ?どんなライフスタイルを選ぶかは自由だろ?このバズーカさんも役満だな。ということで、めちゃくちゃ怒られました。とりあえず感情表現だけしておくか。362日目、本日もバズーカさんは絶好調。不意打ちではないので、そこまでのダメージはありません。363日目、おー、今日もジュニモたちが働いていますね。精神が完全に浄化されていく。364日目、アビゲイルがなかなか許してくれません。でもまあ、問題はありません。時間が経てば、自分の過ちに気がつくことでしょう。怒りというのは、人間の古臭い機能でしかありません。365日目、夏の季節になったので、新しい作物を植えていきましょう。もちろん、スターフルーツですよね。もうなんか、スターフルーツ屋さんでしかないな。366日目、アビゲイルにふさわしい男性になるため、おしゃれでもしようかな。他人のミシンを使って仕立てていきます。ということで完成しました。不審者でしかないよな。367日目、おしゃれをして気分が上がってしまいました。今まで頑張って働いてきたけど、博打に手を出しちゃおうかな。スロットでもやってみるか。やったー。
大金持ちになりました。そしてハチキンは怪しい猫になりました。やったね。368日目、こんにちは。不審者ではありません。ジャスちゃんの部屋にいるだけの人です。好感度が上がってなかったので映画館に誘ってみました。喜んでくれたみたいでよかった。369日目、ワインの生産速度を上げたいのでアルコール密造所を増やしています。バズーカさん、見た目も相まって本当に悪い大人にしか見えないな。370日目、今日もカジノに入り浸っています。ギャンブルというのはね、勝利の味を知ってしまうともう抜け出すことはできません。ということで商品であるかがしを手に入れました。何その商品ラインナップ。371日目、スターフルーツ収穫する感動がなくなってきたな。最初は大きな喜びでも習慣化されると喜びは薄れてしまいます。なんか脳がエネルギーを使わないように超コスト化してくれるらしい。いらない親切すぎる。372日目、そういえばカカシを全種類集めたみたいでデラックスカカシを作れるようになりました。でも置くところがないんだよな。あとアビゲイルが許してくれたみたいです。まあ怒るのってエネルギーが必要ですからね。いや、これが愛情というものかな。373日目、カニを大量にほふっています。頭がおかしくなったのではなく討伐でもらえる指輪が目当てです。だるいな。爆弾で殲滅するか。374日目、本日もカニを駆逐しています。富も名誉も腐るほどあるのにカニ退治をさせられるなんて、人生はどうなるかわかりませんね。ということでクラブシェルリングを手に入れました。防御力が上がる優秀な指輪ですね。375日目、本日はルアウパーティーです。最後のルアウパーティーなので毒キノコでも入れようかと思いましたけど、一人の人間である私にはできない。どうしても私の牧場で一番高価なワインを入れてあげよう。おお、これは今までに食べた中で最高のスープですな。やっぱりこのおじさん可愛いですよね。376日目、さて火山にやってきました。指輪を合成して強力な指輪を作りたいと思います。スライムの攻撃を無効化する指輪、攻撃力と防御力を上げる指輪。まあもう戦闘することはありませんけど、自己満足で気持ちよくなるためです。377日目、こんにちは。アビゲイルの家族に擬態しています。3人家族なのに食器が4人分あるんだよな。これは誰の食器なんだ。378日目、本日もリゾートを視察しています。今日はすごいですね。大豊作になりました。なんとアビゲイルまで。このためにリゾートを作ったと言っても過言ではありません。379日目、別荘にインテリアを用意しています。正直なところめちゃくちゃ苦手な作業です。これはなかなかいいんじゃない。アビゲイルも喜んでいる。380日目、なんかゲームにセクハラされている。まあいいや、今日は水槽の中身を決めようかな。健全な男の子だったらよ、溶岩にいるうなぎしかねえよな。ゴミしか釣れねえ。諦めてスーパーナマコにしました。なかなかいいじゃん。381日目、今日もスロットを回しています。特に欲しいものがあるわけではなく、気がつけばカジノに来ていました。こうなるともう7回目のトランペットですよ。私はお金のためにギャンブルをしているのではない。ドーパミンを分泌するためにしている。382日目、自宅の内装を整えましたが、爆弾を飾っている以外はいい感じがする。シンメトリーになるのは私の性格ですね。非対称だとなんだか不安になるので、おそらく脅迫観念があるんだと思います。383日目、終盤になってきたのでやることがなくなってきました。私はゲームの終盤になるとなぜか破滅的な行動をしてしまいます。例えばお世話になった街を壊滅させてしまいます。ペリカンタウンは愛着が湧いているのでそんなことはしませんけど。384日目、本日は密漁区域にやってきました。ここまで堂々と密漁をしてどうして捕まらないんだ。街ぐるみで隠蔽しているのかな。まあ私が捕まったら経済損失がえぐいですからね。385日目、本日もスターフルーツの収穫です。マジで会社を立ち上げて住民を雇った方がいいですね。会社の名前はどうするかな。バズーカアグロテクノロジー。386日目、今日は友人をご紹介しましょう。海賊の皆さんです。これはマジで言い逃れができませんね。
とりあえずダーツで遊ぶことにしました。もちろん違法性はありません。387日目、アレックスくんのイベントだ。いつかはお世話になりましたね。あまり興味はありませんが、お母さんの思い出を聞かされています。何これ、いい雰囲気で終わろうとしているけど、さっきの幻覚は何だったんだよ。388日目、今日もジャスちゃんと映画館に来ました。大体の住民の好感度が最大になったかな。モッドで追加された住民は知りません。389日目、昨日映画館に行きましたよね。私の友達が3人で映画を見ていた記憶がある。もしかして内緒で映画を見に行ったのか。私は嫉妬の塊なんですけど、相手が全員彼氏と彼女だった場合、どういう反応をすればいいんだ。390日目、バズーカさん、今日は休んでもいいですよ。リゾートで冷えたビールを飲んで海を眺めながらゆっくりする。これ以上の娯楽がありますか。いや、一つだけありましたね。391日目、そろそろ結婚のことを考えますか。いいタイミングでプロポーズするので、口説き文句を考えておかないと。392日目、クラゲを眺めるお祭りですね。刺激的な娯楽ではありませんが、のんびりしていて幸せかもしれません。クラゲ、カニカゴにかからないかな。393日目、見てください、全種類のカカシを並べてみました。なかなか見応えがありますね。私のお気に入りはこのタヌキみてえなカカシです。394日目、口説き文句って何がいいんだろう。味噌汁を毎日作れみたいなのは聞いたことがあります。じゃあ作物に毎日水やりをしろ、それが正解かな。395日目、徘徊しながら口説き文句を考えています。大丈夫、本当に伝えたいことを伝えればアビゲイルもきっと納得してくれますよ。自信を持つんだバズーカ。396日目、心を決めたみたいですね。口説き文句はちゃんと考えたのかな。我慢ができないのでピエール商店に体当たりしています。早く中に入れてくれ。ということでアビゲイルにプロポーズしましょうか。アビゲイル、私にはたくさんお金があるから、毎日作物に水やりをしてくれ。わかった、プロポーズ大成功。いやー、お金を貯めていて本当によかった。397日目、結婚式は数日後らしいですね。最大の目標を達成したのでやることがなくなってしまった。どうします。とりあえず温泉でゆっくりしますか。本当に満足した余生みてえだ。398日目、私の寿命、今日を含めて残り3日なので、もうお仕事をする気力もありません。ゆっくりと時間が流れるのを楽しむか。本当におじいちゃんじゃん。あなた明日結婚するんだぞ。399日目、ついに結婚式がやってきました。バズーカが初めてペリカンタウンにやってきた時、彼がここまで地域に溶け込んでくれるなんて誰が想像しただろうな。しかしそれから時は過ぎた。バズーカはもう私たちと同じこの町の一員だ。は？私が一番の権力者だが。ということでアビゲイルと結婚できました。おめでとうバズーカさん。さてバズーカさんを祝福している私は一体誰なんでしょうね。400日目、ということで今回の成果を見ていきましょうか。アビゲイル、バズーカさん争奪戦に勝利したモサ。彼女には英語の富と名誉が与えられるでしょう。本当に可愛い。自宅の倉庫、野ざらしの倉庫しかなかったので自宅に倉庫を作りました。この世界地図とかおしゃれですよね。アビゲイルの部屋、アビゲイルが引っ越してきた瞬間に彼女の部屋が増設されていました。そんな話私は聞いてないよ。まあ可愛いのでよし。おじいちゃんのお墓、あやかしが出ると怖いのでちゃんとお墓をきれいにしました。最高級ワインまでお供えしています。金時計、なぜかお金が貯まっていたので金時計を購入してみました。おかげで資産はカスみてえな額ですね。アビゲイル、愛にお金は関係ないですよね。オベリスク、すべてのオベリスクを手に入れました。多分おそらく牧場主が所有していい能力ではない。メモリアルガーデン、ここは死後の安寧を約束する場所です。季節が秋なのでお花が咲いてなくて寂しいですね。大量のクールポコがお供えに来たのかな。リゾート、オウムを酷使して建築したリゾートです。私のお嫁さんがのんびりしていますが、そこまでの経済的余裕はありません。スターフルーツ農場、ここではスターフルーツを栽培しています。バズーカさんにとどめを刺すならここを燃やすのが一番でしょう。別荘、
ジンジャーアイランドにある別荘です。現在の資金力で維持できるかはわかりません。ということで、400日間頑張って最高の人生を送ることができたので、今回はこれで終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは。